今回は、ジーク探検の必要本数について見ていきましょう。まずは、スキルを確認しておきます。法人受印による法人公人と、審議による通常公人のダブル公人です。グラブルのダメージ計算式では、法人公人と通常公人は乗算の関係であり、ジーク探検を1本入れるだけで火力が大幅に上昇します。一方で、毎ターン最大 HP の 5% だけダメージを受けるので、フルオート編成に入れるのは難しく、それがデメリットにならない短期編成で主に使われます。さて、覚醒タイプごとの必要本数について見ていきましょう。ちなみに私は、攻撃タイプをリビルド前1本とリビルド後5本、防御1本、特殊1本作っています。一番重要なのは、攻撃タイプです。リビルドしてレベル20にすると、攻人を5個持った基礎火力最強武器になります。使い方としては、闇子戦場でのアガツエと同じであり、片面かぐやや両面かぐやの編成で複数本入ってきます。ちなみに、両面かぐやで皆無ハイランダーをやろうとしても、強い武器が全然ないのでジーク探検染めの方が強いです。どんな編成が考えられるかというと、薬状武器2本、極性器、終末武器、オメガ武器の計5本はほぼ確定で、最大5本までジーク探検は入ってきます。さらに、ここにフルンティングを入れると、ジーク探検は最大4本入ってくることになります。現状、最大5本採用されますが、攻撃タイプは3本目までの優先度がかなり高いです。土属性攻撃力アップは4本目以降無駄になるというのもありますし、ジーク探検が3本あればレゾネーター武器のガレオン杖の条件を満たすことができます。例えば、この短期周回用編成では、ジーク探検を3本入れることで、ガレオン杖の本数を3本から2本に減らしています。ガレオン杖を1本や2本しか持っていない場合でも使えるようになりますし、0本または3本で固定だったガレオン杖の本数を調整できるようにもなります。ここで、注意点として、リビルド前とリビルド後では別武器扱いなので、1本だけリビルド前とかにしてしまうと、ガレオン杖の条件を満たせません。逆に言うと、別武器扱いのリビルド前とリビルド後を1本ずつ入れても、皆無ハイランダーの条件を満たすことができます。ですので、皆無ハイランダーの人は、リビルド前の攻撃レベル15も作成しておきましょう。以上より、攻撃タイプは最大5本入ってくるものの、優先度が高いのは3本なので、4本目以降は素材を集めておきつつ、様子見するのがいいのかなと思います。そして、皆無ハイランダーを使っている場合は、リビルド前の攻撃タイプレベル15も忘れずに作っておきましょう。さて、次は、防御タイプを見ていきます。レバンス武器の防御タイプは、耐久力を盛るために編成に入ってくるのですが、ジーク探検の場合は、毎ターン 5% のダメージを受けるデメリットがあるので、むしろ耐久力は下がってしまいます。ですので、防御タイプを採用するのならば、ジーク探検ではなく、ジーク斧の方が使われます。一方で、フルンティングを持っている場合は、毎ターン 2.5% のダメージに減らせますし、追撃が付与されるメリットもあるので、防御ジーク探検が編成に入ってくることもあります。ですので、フルンティング所持者は、1本作っておくと良いでしょう。そして、防御タイプは、リビルド前後で性能はあまり変わらないので、攻撃タイプを優先して作りつつ、防御タイプはレベル15止めでいいと思います。最後は、特殊タイプです。リビルドしてレベル20にすると、奥義上限 10% アップ、ダメージ上限 5% アップ、アビダメ上限 5% アップ、通常上限 4% アップし、主に通常上限目的で採用されます。一応、2本まで編成に入ってきますが、基礎火力が下がりすぎてしまうので、1本使うことが多いです。優先度としては、攻撃タイプの方が高く、作り終わって余裕があれば特殊タイプも作ると良いでしょう。
ということで、今回は、ジーク探検の必要本数について見てきました。チャンネル登録と高評価よろしく。それでは、